マブラブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、弓道の特訓の続きからですね。伸びとる。なあ。あ、タケルさん、おかえり。何が、何が。このお人形すごいね。さすがのミキもびっくりしちゃいました。まがまがしいんですけど。でもこれも克服したよ。なんとかやれたよ。そっか、つくみさんが絶対外に出さないって。さっぱが、これってこれって呪いの人形なんじゃねえか。本日のメインイベントだ。え、あの人形は名屋に返却、厳重に封印してもらうことにした。ついでにお払いもな。そうなんだ、面白かったのに。残念ながら笑い事ではなかったのだ。あ、猫だ。うん、ついに観客は哺乳類まで進化した。これを突破してみせよう、玉。うん、頑張ります。確かにちょっと緊張するね。猫でもか。頑張れ。じゃないけんな。当たったね。おしおし、上等だ。もういっちょ。はい。よっしゃ。なんかドキドキするけど、ちゃんとやれてるね。なんだ、やればできるじゃないか。うん、ありがとう。そんな褒めなくていいって。俺が連れてきたのは一匹のはずだったが。お友達の猫さんも集まってきたね。よしよし、お友達が集まってきたところでもう一丁頑張るか。うん。最後にはあれ、ずいぶん仲間が集まってきたな。そうだね。それでもずいぶん調子良かったじゃないか。うん、相手が猫さんだからね。そっか、猫といや、タマの家には、タマセメンバーズクラブというのがあるんだっけ。そうだよ。じゃ、猫なんか慣れて当然ってわけか。でも、見られてたらドキドキするよ。初めての猫さんばっかりだったし。猫を猫と思わぬタマだけに、人間同様緊張するからヨッシーなのか。でもどうなんだろうな。何が？上がり症克服の特訓になってんのかな。なってないかな。タマはどう思う？なってないことはないと思うけどな。じゃあこれであのグリグリメガネに勝てると思うか？正直に言ってみ。飛ばしちゃった。そっか、あいつ相当強いんだろ。うん。18日が勝負か。のんきなこと言ってられないよな、正直。うん。よし、こうしよう。え？球技大会終わった後、みんなを弓道場に呼んで成果を見てもらおう。え？その結果を見て、また対策を考えよう。だって球技大会って言ったらあとちょっと。だからだよ、早めに対策立てられるだろ。その代わり、明日からは少しやり方を考える。え？俺に弓道教えてくれ。え？タマが俺の先生になるんだ。当然、タマほどの腕前なら教えられるはずだし、教えるからには的には当てなくちゃな。無理だよ。無理かどうかはタマ次第だ。お前に教える自信がなきゃ、それは無理だ。自信ないよ。でも、タマの実力はみんなが認めてるぞ。どうして自信がないんだ？謙遜は悪くないけど、いいことじゃないぞ。できることはできるって言わなきゃな。でも。ダマのは正直謙遜じゃなくて、逃げてるって言われちまうぞ。それは心外だろ。考えるよりやってみた方が早い。どうせ俺と二人だけの特訓なんだ。いろいろやってみようぜ。どうだ？
もう一押しだ。あーどうしよう。でもまあ一緒に頑張ろうじゃない。一緒に頑張ろうぜ。おやじさんの看板守るのはタマと俺だ。な？うん、ミキ頑張るよ。一人にこう重圧をかけるよりは二人で頑張ろうって言った方がいいよね、多分ね。よし、そうと決まればあれやるぞ。あれ？フォー。え？ほら、フォー。ふ、ふわー。外で元気がない。もう一丁、フォー。ふわー。フォー。外で何やってんだ。ふわー。よし、これで勝利はこれだしたもんだ。全然意味わかんないよ。ねえ。でもやる気出たろ。よし。まあこれでいいのかな。じゃあ今から始めるね。よっしゃ、よろしく頼むぞ先生。じゃあ行くね。お、難しい作法はこの際省略します。とにかく矢を放てるようになりましょう。了解。弓を構えて矢をかけて引き離す。この一連の動作を射砲八節と言います。射砲八節。ほう。この動作を正しく覚えないとちゃんと弓は引けません。あ、適当にやってできるもんじゃないんだ。なるほど。まずこれを持ってください。いきなり弓か。これは素引き用の弓です。いきなり矢は持てないからね。あー、弦だけ引いてバンって離すのを練習するってことか。素引き。簡単に言うとこのつるの部分を持って引くんだよ。体位を身につける練習だね。そっか、まあいい。とにかくやろうか。じゃあミキの動きを見て真似してみましょう。左手に弓を持ち腰に手を当てて足を開く。お、いきなりそれっぽいぞ。それから弓を立てて姿勢を整えながら、お、いよいよつるを引くわけか。ゆっくりと的の方を見ながらつるを引いてください。おう。なんか俺戦国時代の武将にもなった気分だぞ。かっこいい。はい、ストップ。ピタ。これで本当に矢を持ったらいよいよ手を離すわけだな。うん、この状態を下位って言うんだけどね。射砲八節中6段階目まで来たんだよ。そうなの？なんだ、八節って言うからもっと大量のもんかと思った。逆逆、基本中の基本だよ。はい、ゆっくり引いた右手を戻してください。ふぅ、タケルさん結構形が綺麗ですね。そう？うん、普段からタケルさん結構姿勢いいもんね。初めてにしては上手だよ。隠れた才能が目覚めてしまったか。じゃあミキも頑張らなくちゃ。おや、その息だって。うん、なんか不思議だね。タケルさんの言う通りにしてるとなんだかうまくいきそうな気がするよ。気がするんじゃなくて行くの。うん。で、その発節のうち7と8は、それは矢を射るのとその後だね。離れと斬新って言うんだよ。まだ早いか。そうだね。さすがにいきなりは危険だよ。そういうもんなのか。そっか。あ、じゃあミキがお手本見せてあげるから控え室にある本と見比べて覚えるといいよ。それで打てるようになるか。わかんないけど、ちなみに打つんじゃなくているだったな。うん、じゃ本持ってきてちょっと勉強するか。おお、弓構えから一気に貝まで来たな。流れるようにやらないと意味ないからね。で、お前のやつは斜面を打ち起こしっていうのか。うん、そうだよ。これが、なるほど、これが前言ってた普通とは違うってやつか。うん、普通は正面打ち起こしって書いてるでしょ。書いてる書いてる。写真を見る限りじゃ確かに正面打ち起こしの方が格式ばっか見える。素人の目から見れば弾の構え方こそ弓の構えって感じですよな。そりゃあまあ敵を倒すだのなんだの言ってるゲームやら映画やら見慣れてるせいだろうけど。じゃあ行くね。
よっしゃ。ふっ。おお、入れんじゃん、ちゃんと。おお、見事、ど真ん中だ。えへへ。これはあれか、50十文字、50じゃないのかな。角身の動きってのしてる。適当に言ってるでしょ。あんまり難しいことは覚えない方がいいよ。そうか。五十十文字は正しい解が完成すれば自然になるし、つのみの働きは離れてどのみち必要だし。そっか、頭で覚えるより体で型を覚えろってか。うん。それより手に持ってるの1枚だ。あ、うん。どうして2本セットなんだ。弓道は刃矢と音やセットで一手って言うんだよ。はやと音手、うん、簡単に言うとね、この2本は羽の回転が逆なの。え、あ、この羽回転かかってんだ。そうそう、まっすぐバーンって飛んでいくんじゃないんだね。まるで北半球と南半球の台風みたいだな。え、何それ。なんでそっちを知らねえんだ。知らないのか。北半球と南半球では知ってるよ。でもそんな風に言ったの初めて聞いたよ。あ、そういうことか。悪かったな。よし、今度もど真ん中で頼むぞ。うん。おお。今度も見事ど真ん中。やったね。やっぱ球すげえな。なんだお前、ちゃんとできるんじゃないか。え？あ？ちゃんと2本ともど真ん中とかど真ん中だったじゃないか。そういえば。俺に教えながら特訓しよう計画は大成功ってわけだ。そうだね。不思議だな。だから別のとこに意識があればみたいな感じか。よし、この調子で二人で特訓していこうぜ。うん。タケルさん、大丈夫？なあ、耳が取れるかと。当たるやつか。あれやばいよね。いざ弓を発射ってところで素手で耳の裏を弾いちまうんだもんな。あれがピアノ線だったら間違いなく俺の耳は今頃なくなってるぞ。うひー、ギャグでもマジでもあんだけ湯が転がり回ったの初めてだ。ごめんなさい、ミキがちゃんと教えなかったから。そんなことねえよ、タマはちゃんと教えてくれるじゃん。でも耳真っ赤っかだよ。大丈夫、取れてないから。あ、取れた。なあ、なんちゃって。え、お、嘘だよ、ほれちゃんとついてる。ひどいよ。引っかかるかよ。普通超ベタベタなネタじゃんかよ。だってやっぱダマだな。わけわかんないよ。じゃあここで。ん？また明日も頑張ろうね。いいよ、駅まで送ってってやるよ。え？もうちょっと聞きたいこともあるし、別にいいだろ。え？うん、もちろんだよ。よし、行くぞ。うん。あのさ、弓道ってもともと弓矢で敵をやっつけるっていう戦い方から来てるんだよな。うん、そうだろうね。刀だなんだっていうのは一体何のためにあるんだ。敵を倒すのにいらないだろう。ね、昔のお侍さんってすごく礼儀正しかったのね。うん。剣も弓も戦いの道具だったけど、戦うにはちゃんと理由があって。うんうん。だからね、武器を持つにはそれなりの心構えが必要だったんだよ。そうだな、確かに気ぐらいは高かったんだろうな。名やなんか、現代に旧侍だろ、あれは。武士道には、儒教の精神がいっぱいなんだよ。あ？パパが言ってた。はぁ、あ。だから、自分に厳しく、他人に思いやりがある人じゃないとダメなんだ。ああ、儒教ね。うん、そうそう。それで精神がどうこうっていうわけだ。うん。特に、弓矢は飛び道具だから、すごく卑怯な武器でしょ？よくわかってんな。それをわからない人は横島な人になっちゃうよ。うんうん。でもね、鉄砲が日本に入ってきて
武器としての弓の価値が下がっちゃったの。確かにな。それで禅の精神と結びついて、より高いものになりました。なるほどね。うん、高いもの。どうねず、ちゃんと分かってんのか分かってないのかよく分かんないな。で、江戸時代になって。まだ続きあんのか。うん、なかなか面白くなってきたじゃんか。そう。で、江戸時代になって世の中が平和になると戦う事態が少なくなっちゃったの。天下太平ですが。うん。で、刀も弓もそんなに使わなくなっちゃったんだよね。うん。だけどお侍さんは修行を怠らなかったの。ああ、それで居合道とかが生まれたんだよ。なるほど。ちょっとしたドキュメンタリーだな。こういうのは嫌いじゃないぞ。俺も結構好きだな。分かったぞ。儒教だの禅だの言っていることはより精神的な意味合いが強くなっていることだ。そうそう。あとはお祭りなんかの行事に使われたりして。祭りといえば本来は神様がどうこうってものだから、それもわかるぞ。というわけで今の弓道があるんです。そうか、そういうことだったんだな。なるほど。うん、うん、やっぱり歴史の面白いところはこういう話にあるよな。授業でも年号を教えるだけじゃなくて、もっとそういうとこを教えてくれるんだよ。ていうか、多分本当に弓道が好きなんだな。説明としては何のある部分もあったけど、本当生き生きしてるよな、弓道の話してるとき。歴史とかよく知ってるし、誇りを持ってやってんだろうな。なんとなくわかった。あ、よくわかったぞ。よかった。じゃ、もう一つ質問だ。どうして友の流派は実践色が強いの？ああ、それはですね、すごく簡単に言うと、弓を構えるときに的に対しているからだよ。あ？幹の湯構えは斜面打ち起こしだけど、一般的なのは正面打ち起こしっていうのは知ってるよね。うん。ああ、ちゃんと覚えてるぞ。この流派は、弓道を射術よりも教育とか健康のための運動とか、そういうのを大きな目的にしてたのね。うん。それでこれを始めた人がすごく立派な人だったから一気に普及したんだって。それは影響力大きいよな。うん。でもね、弓道はもともと射術なんだから、そういう見方だけしかできないわけじゃないし。うん。実際にも的に対して構えた方が科学的かつ合理的だっていう話もあるんだよ。精神をある意味突き詰めたか、そこに弓道行為の本来の意味を残したかってことなのか。そういうことなのかな。でもね、どっちがいいとかそういうのじゃないからね。まあ、それは考え方の違いだよ。流派ってのは大抵そういうもんじゃないか。プロレスだって。プロレス。流派を守ることは大切だから、パパもミキも変わることはないけど、弓道を学ぶならどっちでもいいと思うよ。よし、よくわかった。つうか、タマ、お前案外頭いいのかな。案外って失礼だよ。いや、悪い。でもさすが、自分に関係あることはちゃんと歴史も覚えてるんだな。小さい時からパパに教わったからね。そっか、あんな親父でも締めるところは締めてるってことか。うん。どうした？タケルさんとこんなにお話ししたことってあんまりないよね。そうかな。そうかも。いつも一緒に誰かといてみんなでワイワイやってるからな。弓道のことこんなにお話ししたのも部員の人以外だと初めてだよ。なんだって俺はタマの弟子だからな。必要な知識は仕入れておかねえと。あ、それじゃあ今度こそバイバイだね。お、気をつけて帰れよ。うん、ありがとう。すごく楽しかったです。でも明日は球技大会前の最後の練習だ。その分楽しくないかもよ。でも頑張るよ。その意気だ。今の調子ならきっといけるぞ。うん。それじゃあな。うん、さようなら。さて、帰ったらね、住みかと姉に頼んでおくか。
はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。